田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。皆様こんばんは。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。女優の佐々木千秋です。この番組ファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトの番組です。はい。普段のセミナーやコンサルティングとは違い、こういったスタジオでマイクに向かってお話をさせていただくのはまだ慣れませんが、なんとか皆様、お聞きの皆様にですね、お伝えできるように頑張っていきたいと思います。はい。さてですね、この番組のメインパーソナリティ矢田部敦史さんは動画集客コンサルティング事業の第一人者として注目を集めていらっしゃいます。そんな矢田部さんが確立された矢田部メソッドの一端をトレンド研究、独自の流行ムーブメント理論、マーケティングの処方などについてですね、分かりやすく解説していただく番組です。そして矢田部敦史さんと一緒にこのファントレタイム進行してまいりますのは、私佐々木千秋と申します。マーケティング初心者代表としてですね、皆さんと一緒に勉強していければと考えております。ではまず矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、2011年東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、2013年にファントレ株式会社を創立され、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で多業種約300社以上のコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界では注目を集めている社長のお一人です。そしてお忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園への通園をはじめ、イクメン社長としても奮闘中でいらっしゃいます。それ言います。そして私佐々木千秋は、日頃はドラマや映画に出演させていただいておりますほか、現在佐藤製薬様、リゾン様ほかの CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは最初のコーナーはマーケティングラジオ講座。このコーナーは、この番組をお聞きの皆様にショートショートセミナーという形で、マーケティングの基礎的知識や発想、我々の日常生活から感じ取れるマーケティングについて、矢田部さんにワンポイントアドバイスをしていただきます。では矢田部さん、はい、早速お願いいたします。はい、はい、今日はですね、はい、マーケティングで、動画をどうやって使って集客やマーケティングに生かしていけるかというお話をさせていただきたいと思います。はい、動画ですね。はい、動画です、はい、で動画をね、動画という、聞きますと、はい、もちろんプロモーション動画とかですね、サービスの紹介動画とか、いろんな動画使われ方あると思うんですけど、はい、まず最初にご紹介したいのは、動画で口コミを起こした。どういうことですか？動画でですね、サービス、商品やサービスの口コミを上手に起こした事例についてちょっとお話をしていきたいと思います。気になります。お願いします。はい、これはですね、工務店さん、家を作る、はい、ホームメーカーといいますか、工務店さんがですね、自社のこう 家に対する思いであるとか、はい、家を作るね、技術の部分を見せたいんだと、それでお客さんを、新しく取っていきたいというご相談がありました。はい、その時にですね、どうやってそれが伝えられるかなということで動画を提案したわけなんですけど、はい、どういうことかというと、動画を作ってくださいと私の方からお願いをしました。それはどういう動画かというと、はい、工務店さんが家を作っていく、はい、そういった過程ですね。例えば土台を作って柱を立てて基礎でやって、そういったところの状況をですね、全部撮影していただきました。工務店さんに撮影していただきました。ビデオをこう、はい、回しているわけですね。作る過程をですね、はい、はい、でその撮れた動画をですね、早送りにして、今度家のオーナーさんですね、はい、家を購入してくださった方に、DVD にしてプレゼントをしました。はい、そうすると家を購入してくださった方は感動して、あ、私の家はこういう風にできているんだと、はい、とても感動して、今度は自分の家族や友達に自慢をするんですね。自慢を回しますよね。はい、新しい家に呼んだ時にその DVD を見せると、そうするとその家族や友達も、なんていい工務店さんなんだと、すごく素晴らしい家を作るんだなということで、工務店さんに今度新しい家、自分の家とか、自分の友達の家とかでですね、お願いをしてくれると。はい、はい、こんな感じでですね、新しい口コミを読んで新しいお客様を獲得していったという、素晴らしい、これはよくうまくいった事例でした。あ、なるほど。いや、正直最初この工務店さんと動画っていうのが全くまずこう、
結びつかないところが正直あったんですけど、はい、なるほど。ドラマの使い方はですね、様々になるんですね。なるほど、はい、そうなんですね。あと動画をですね、はい、作る時のポイントといいますか、意識しておいた方がいいことについてもちょっと今日はお話をしていきたいと思います。はい、はい、まずですね、動画を作る人は、はい、あ、動画を視聴する人でした。動画を見る方ですね、見る方ですね、はい、動画を視聴する人はですね、あまり話を聞いていないと思った方がいいとかですね。あ、そうなんですね。はい、実はですね、動画を作る前にやっぱり自分が映ってるものだとするとですね、はい、例えばですね、自分の商品やサービスの説明をすごくよく頑張って考えて、はい、一生懸命思いを伝えて結構長くお話をした動画を撮る方もいらっしゃるんですけど、はい、はい、実はですね、動画を見る人はもうほとんど、なんて言うんでしょうね、はい、音楽を聴く感覚で何かをしながら動画を見ていたり、うん、はい、まあ移動中に動画を聞いていたり、はい、その程度なんですね。なので何を話しているかということよりもですね、はい、実はどういう動画の雰囲気なのか、どういう喋り方なのか、どういうふうにですね、はい、この人はどういうふうな、まあ、雰囲気、まあ、見え方をされている人なのかというところですね、はい、そういったところがずっと大事です。そうなんですね。はい、実はですね、動画を作る側はですね、全部話を聞いてくれるんじゃないかということで、まあ、話す内容とか一生懸命もういろいろ考えてやるんですけど、はい、そこよりもやっぱり雰囲気とか、なるほど、そういったね、伝わってくる動画全体から伝わってくるものが重要なんですよということですね。なのでまあ先ほどの小浜店さんの話じゃないですけれども、はい、こう、いろんなこういうのうちはやってますっていうよりも、うん、見てもらって、はい、こう見てる人にもう決めてもらうっていうことですかね。そうですね。なるほど、そういったものが大事ですよということが言ってですね、はいはい、あともう一つですね、はい、ま、SNS で、例えば Facebook とか、はい、Instagram とか、YouTube とかブログとかでですね、はい、動画をこう、まあ、インターネット上でですね動画を見せたいっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、はい、ここでのポイントがもう一つあります。それはですね、はい、動画は意外と見られないっていうことを認識するということですね。あ、もうそういうふうに思っちゃった方がいいんですか。はい、そうなんですね。やっぱりこうインターネット上に自分の動画もしくは自社の動画を上げるよってなるとですね、はい、どうしても気合い入ってすごい動画を、はい、もうクオリティの高い動画を一本ドーンと作ってやるぞという気持ちになることがあると思うんですけど、はい、実はですねその一本はほとんど見られないということですね。そうなんですか。はい、これがですね、あ、まあ、意外なことかもしれませんが、YouTube がですね2014年にどのぐらいの動画がインターネット上にアップロードされているかという統計を出しているんですね、はいはい、これちょっと前の話ではあるんですけど、1分間のうちに300時間分の動画がアップロードされているっていうデータがあります。1分間にですか。はい、すごい数ですよね。1分間のうちに300時間、300時間、はい、これはですねものすごい時間でして、なので、はい、これはですね現実的に言いますと、まあ、見ている人、まあ、要するに視聴者側はですね、はい、ほとんどインターネット上にある動画を見ることができないですね。そうですよね。その一部、本当に一部しか、見ることができない。つまり動画をアップロードしてもですね、ほとんどの動画は見られない動画になってしまうというのが現実です。確かにそうですね。はい、ね、なので、一本に力を入れて、はい、時間をかけて、動画をポンって上げるよりはですね、うん、たくさんいろんな動画をですね、撮ってどん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 アップロードしていって、はい、でいろんな場所に載せていく。うーん、それをブログだけホームページだけじゃなくてですね、はい、Facebook にも YouTube にも Instagram にも Twitter にもホームページにもブログにも一本撮ったら、はい、多くの場所にアップロードして、しかも数をどんどん取っていくと、そのどれかがですね、うん、自分のお客様候補の方に見ていただいて、はい、興味を持ってもらえると。なるほど、はい、そうなんですね。こうなかなかねいろんな動画皆さん作られてますし、やっぱりこう力を入れてるんだろうなと思うんですが、はい、やっぱりこうアーカイブからこう拾って過去の動画に行ったりする方もね、うんうん、視聴者としてはやっぱそれしちゃうんですよね。しますよね。確かに、はい、
なので、まあ、僕も、まあ、実はそうなんですけど、はい、あんまり恥ずかしかってですね、はい、人に見せない、ようにするというよりはですね、自分が写ってるちょっと恥ずかしいですね。なかなか人にそうですね、見せるのも、はい、恥ずかしかったり、なかなか自分が出ていかないってあるんですけど、そんな見られないので、はい、どん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 行動は取って、はい、アップロードしてみんなに見せていくのが本当素晴らしい。そっちの方がずっといいですよと。そうですね、はい、はい、本当に文字で伝わらないもの、写真とかではね伝わらないものも動画ではこう、ね、感じ取ることができますからね、うん、はい、もうそうね、本当にそういう風な見られないということが今日一番衝撃でした私は。あ、本当ですか。はい、そうですよね、見られないんですよね。なるほど、はい、いやすごい今回もねとても勉強になりました。ありがとうございます。ぜひヒントになればと思います。皆さんいかがだったでしょうか。このコーナーお聞きいただいて矢田部さんがおっしゃっておりますマーケティングのファンイコール楽しさのでね、この一旦でも分かっていただければいいかなと思っております。以上マーケティングラジオ講座のコーナーでした。改めまして現在放送中の番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。さてここからは番組始まって以来初めてのゲストの方にお入りいただきました。矢田部さん緊張されてますか。そうですね、いろんな意味で今緊張しておりまして。いろんな意味で、ま通常はね、はい、よく一緒にいるよく知ったゲストさんなんで、はい、はい、ちょっと楽しんでいければなと思います。はい、今回ですねゲストでお越しいただきましたのはなんと矢田部さんが社長を務めていらっしゃるファントレ株式会社メディアクリエイト部チーフウェブディレクターの関本智美さんです。よろしくお願いします。はじめまして、ファントレ株式会社メディアクリエイト部の関本智美です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではですね早速なんですが、まずは関本智美さんについてお預かりしております資料をもとに簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。関本智美さんは茨城県のご出身で、大学をご卒業後一般企業で勤務を経てウェブ業界へと転職されました。現在ファントレ株式会社においてウェブディレクターとして業務をこなされる一方で、2017年に親子 IT 教育協会を社内企業、まあ、会社の社内に内外の内、そして起きる業と書いて社内企業というもので、うん、社内で新しい企業を始められることですよね、うん、はい、でそしてプログラミング教育の必要性をお母さんたちに伝える講座を開催され、 IT の苦手なお母さんたちのサポート、またインスタグラムで大手企業をはじめ個人起業家などの SNS コンサルティングも行っておられます。また私生活においては2017年春、娘さんの小学校入学を機に拠点を東京から茨城に移され、現在は東京と茨城を行き来されながら仕事と子育てを両立されていらっしゃいます。ということでよろしくお願いいたします。はい、まずですねいろいろとちょっと伺っていきたいと思うんですけれども、まずウェブディレクター、そうですね、はいですね、うん、これ簡単に言うとどういったお仕事なんでしょうか。はい、クライアントさんからホームページ制作のご依頼を受けまして、はい、クライアントさんのご要望を聞いて、はい、サーバーはどこに置いたらいいのか、デザイナーは誰にするのか、写真は、はい、ライティングは誰にするのかというような、ホームページ制作の進行をする仕事になっております。はい、なるほど。簡単に言うとこの、まあ、何ですかね、クライアントさんとかいらっしゃって、はい、まあ、売り上げとかこういった直結するす、ね、サイトを構築する、はい、素晴らしい方ですね。ホームページのアクセスですね、が上がるようなサイトをご希望に合わせて、はいはい、作っています。すごいですね、はい、またね、はい、クライアントさんによっては、形になっていない思い、例えばこういうインパクトのあるものにしたいとかですね、そういった形になってないものをこう形作っていくっていうのがディレクターの、まあ、腕の見せ所かなと。あ、そうなんですね、はい、そこがもう関本さんが一任されていらっしゃる、ね、ということですもんね。しっかりやってもらってますね。かっこいい仕事ですね。、はい、ではですね、なぜ一般企業からウェブディレクターに転職されようと思われたんですか。はい、ちょうど30目前の頃だったんですけれども、すごい安定はしていたんですけども、はい、一般企業のこう仕事が物足りなくてですね、何かやっぱりちょっと手に職をじゃないんですが、はい、ちょうどやっぱりこう
ホームページとか、インターネットがすごく普及し始めた時期だったので、これを仕事にしたら面白いんじゃないかなということで飛び込みました。うん、おー、そうなんですね。じゃあこう、まあ、新しい時代に向かってということで、そうですね、はい、こう時代の最先端でしたね、その時は。はい、なるほど、まあこういったね、普通の OL さんと言われるものもね、お仕事からこういった専門職転職されることによって実際の現場でまあいろいろ戸惑われたと思うんですが、どういったことに一番戸惑われましたか？そうですね、はい、一番はやっぱりこう責任の重さですかね、うん、自分のこう一言が企業のホームページに反映されるっていうのは、やっぱりこうそれまでこう一般事務というか OL の仕事と比べるとやりがいもあるんですけれども、その分責任もすごく重くなったなっていうのは感じてました。なるほど、働き方的には、まあ、やはりこう時間のサイクルもね変わってきちゃったりするんでしょうね。そうですね、普通にやっぱり9時5時で OL の時は仕事をしていたのが、はい、やっぱり制作特に締め切り前なんかは徹夜することもあったりとか、まあ、昼より逆転したりとかっていうことが多かったので、まあ、やりがいはあって、まあ、体力は結構、はい、必要な、なるほど、現場でしたね。でもやっぱりね、クライアントさんによっては ね、やっぱどうしてもこの日にオープンしたいんだとか、夜12時ぴったりにオープンしたいんだとかね、思いの詰まったものになるので、はいですね、そういったところに付き添う、まあ、寄り添っていかないといけないという。そうですね、はい、普通にそういう零時対応って言うんですけども、そうなんですね、零時対応みたいなのもよくやっぱり夜中に作業したりというようなことも多かったですね。やっぱりこう寄り添うっていうことはそういうことですもんね。そうですね、なるほど、すごいな。で、先ほどですね、プロフィールのご紹介の中で挙げさせていただいたんですけれども、親子 IT 教育協会というのを立ち上げられたということなんですが、この社内企業、会社の社にうちと書いて、はい、まあ、起きる業と書く社内企業について、矢田部さんはどう思われたんですか？はい、やっぱりですね、はい、当然ね、やっぱりまあ、一般的に言うと、はい、起業したい、自分のやりたいことでやりたいというとですね、うん、既存の仕事がおろそかになっちゃうんじゃないかなとかね、はい、最初はね、やっぱり経費の方が大きくなっちゃうので、うん、なかなか売り上げ上げられるまでは会社としてはこうどうなのかなっていう考えることもね、もちろんなくはないんですけど、はい、まあ、私も結構大切にしてるのは、やっぱ楽しいことじゃないと続けられないっていうことが会社の中でもありまして、まあ正しいよりも楽しいを優先しようという合言葉がありまして、うん、はい、そこでですね、親子 IT 教育というのをやりたいと、はい、で私の娘にもそういうことを教えていて、うん、やっぱりこれは大事なことだし、これから世の中に求められることだということをですね、熱く語っていただきまして、はい、はい、もうじゃあやってみてくれと社長としてはもう言わざるを得ないですし、僕も全力で応援したいなと思って、まあ、やってもらいました。そうなんですね、なんかこういいですね、こうね、後押ししてくださる、ね、はい、素敵な社長さんが、ね、いらっしゃいますね、はい、大変な道をねですけどまあでもいい経験になるのかなと思って ね、はい、なるほど。では改めて関本さんにお伺いいたしますが、親子 IT 教育協会ではどういった活動をされていらっしゃるんですか？はい、私は親子 IT 教育協会の代表として、やはりまだまだ保護者の年代、パソコンインターネット苦手な方が多いので、はい、これからプログラミング教育の必修化が来年小学校でも始まりますので、その必要性をお伝えする講座、保護者向けの講座というのを開催しています。はい、そうなんですね。この親子 IT 教育協会の代表を務めてらっしゃる、はい、ということですか？はい、そうです。そうなんですね。こうね、プログラミングなんて私たち小学生の時は全くそんなものは、うん、ね、もちろんなかったんですが、はい、今ね必修化ということで小学生から皆さん勉強ね、はい、されるんですもんね。はい、まあ、こういった新たなチャレンジ始められたこのきっかけというのが、まあ、ご自身のお子さんの影響も大きかったりされますか？はい、そうですね、やっぱりそれが一番大きな影響ですね。やっぱり習い事っていうのを考えた時に、将来のことを考えて、はい、私自身もそうであるように IT を身につけさせたいなというのが強く思いまして、うちの娘は幼稚園からプログラミングスクールに
通ってまして、うん、もう今4年目なんですけど、はい、いろいろこうロボット組み立てて動かしたりとか、ちょっと私にもだんだん追いつけなくなってい、ね、はい、ようなレベルになってきてるので、すごく影響を受けてますし、はい、これからが楽しみですね。そうですよね、はい、まあ、実際そのお子さん、まあ、お母さんのお仕事ぶり、はい、見てらっしゃると思うんですけれども、はい、なんかこうどういうふうにおっしゃってますか？そうですね、一応こう、はい、母の背中を見せてるつもりなんですけれども、やっぱり今小学生でちょうどタブレットとかパソコンとかをこうすごく触りたい年頃なので、はい、あの私がずっともう一日中パソコン触って仕事してるので、はい、いいなっていうふうに思ってるみたいです。悩ましいと。そうですね、そうなんですね、一日中パソコン使ってお母さんはいいなっていうふうに思っているみたいです。まあ、じゃあちょっと憧れのママみたいなね。そうですね、ありますよね。働いてね、そう働いてね、はい、東京にも行ってるし、はい、東京行ってる、なんかかっこいいっていう感じですよね、はい、きっとね、うん、うん、なるほど。この番組でですね、あの矢田部さん、あのイクメン社長としてあのこの奮闘ぶり紹介していくコーナーもあるんですが、はい、関本さんからご覧になられて小さい子供を持つ会社員のお一人としてですね、はい、矢田部さんのイクメンぶりとかっていかがですか？はい、あの夜残業会社でしてたりとかすると、気がつくと矢田部がいなくなって、 あれと思ったら、はい、一旦家に帰って、はい、お子さんをお風呂に入れて、また風呂上がりのボサボサの頭とかで会社に戻ってきて仕事してるっていうような、すごい、はい、そうなんですね、あのちゃんと両立されています時間を作って本当ですね、はい、奮闘されてお風呂の時間が一番大変だということですね。もうバーッとバシャって入れて、体力もね、自分もジャバンって入れて、はい、で戻ってくるとどうしたんですか？ボサボサですよ。ボサボサでなんかスウェットを着て、あれみたいな、いつの間にみたいな、ね、そうなんですね、はい、おしゃれして着てもいいかもしれないですね。まあまあまあ、でもね、なるほど。まあ、実際その矢田部社長のすごいなと思われる部分って、まあそのイクメンの部分もそうだと思うんですけど、はい、何か他にご自身で感じてることとかありますか、関本さん自身が？そうですね、やっぱり、はい、もう頭がいい、頭良すぎますね、ちょっと良すぎる、はい、もう社員ついていくのが結構大変だったりするんですけど、ただそれもこう決してなんか器用でとか天性のものというよりかは、すごく努力とか研究熱心なところがあって、うん、はい、まあ、それでいう姿を見ているので、すごくそこは尊敬していますね、はい、そうなんですね。逆にこうね、あの直してほしいところちょっと聞いてみましょうか。はい、こんなに褒められたこと珍しいから感動したんですけど、打ち消すように言っていいですよね、ここでなんかこう言える範囲でもしあれば、ないですっていうのも全然大丈夫ですよ。あえて言うんで、あれば、はい、ちょっとね、お酒弱すぎるんですよね。そうなんですね。関本さん強くてですね、なるほど、いつもお酒の席では指導されているんです、はい、飲むとすぐ寝ちゃうので、なるほど、そこだけじゃあお酒もうちょっと、はい、注意ですね、はい、強い、まあ、ね、まあまあまあ、まあ、そこもね、努力でなんとかしていかないと、はいはい、では関本さんの今後の目標をお伺いしてもよろしいですか？はい、今私自身があのリモートワークでいろんなところで仕事をしていて、はい、これからは会社に合わせて働くのではなくて、自分の働き方に合わせて会社を選ぶというような人たちが増えていくといいなというふうに思ってまして、特にやはり女性ですね、はい、同性の女性においてはそういう働き方ができる方たちが増えていってくれたら嬉しいなと思っています。はい、ではこのあたりですね、今回のゲスト関本智美さんから告知などございましたらお願いいたします。はい、ぜひあの親子 IT 教育協会で検索していただきまして、メルマガに登録していただきますとプログラミング教育の情報をお届けしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では今回のゲストはファントレ株式会社のメディアクリエイト部関本智美さんでした。関本さん、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りしております。ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さん、今回いかがでしたか？はい、初のゲストということで関本さんに来ていただきましたが、すごく緊張して、はい、でも楽しかったです。楽しかったですね、はい、あの本当にいろんな話もね聞けましたので、はい、とても楽しかったです。
それではファントレタイム、またお耳にかかりたいと思います。はい、皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。